ドマニシュとは、ジョージアのクベモカルトリ州にある集落であり、考古学的遺跡としてよく知られている。同国の首都であるトビリシュから93キロメートルほど、南西のマシャベラ加国に位置する。アフリカ以外で見られるものとしては、最古の人類遺跡であり、その年代は、現在からおおよそ181万年前に遡る。また、ドマニシュ原人とも呼ばれる。 化石人骨の出土遺跡としても知られる。ドマニシの地には初期聖度期時代から集落の存在が推定されているが、実際に町の存在が文書中に確認できるのは9世紀のアラブによる支配期からである。また7世紀のイスラーム支配以前において、グルジアではキリスト教が広く浸透しており、6世紀ドマニシにはキリストのリマサ教会の大聖堂を ドマニシスオニ人が建設されたことが知られている。ドマニシは、物品、文化交流の結節点にあり重要な意味を持っていたといえ、中世には、グルジアの中でも、有数の商業都市として栄えることとなった。11世紀末には、セルジューク朝によって一時征服されたものの、1123年から1125年の間にはダビド4世によって奪還された。 しかし14世紀にはティムールの軍勢が、そして1486年にはトルクメン人が来襲して町を破壊したため、それから18世紀まではほとんど人の住んでいない寒村であったとされている。ドマニシの城はグルジアの名家であるオルベリアに家が支配していた。チョッパ・オブ・ディ・マニーシー・ドマニシでは1936年から大規模な考古学的調査が開始され、 1960年代まで継続された。建造物移行中から多くの古代、中世の人工物が発見されたが、出土物の中でも特に注目に値するのは、戦死時代の人類や動物の骨であった。出土した動物骨のうちあるものは1983年に、グルジアの古生物学者であるエーベキュアによって研究され、 絶滅した際の一種であるダイサーオライネスイトラスカスの葉に相当するとされた。この種の存在は、更新世の前半期にまで遡れると推定されている。1984年には、旧石器が発見され、ドマニシは重要な考古学上の遺跡としてより多くの学者の注目を集めることとなった。ドマニシから出土する石器は、アシュリアンに特徴的なハンドアックスを含まず、 アシューリアンに先行するオルドワン型の石器インダストリーに分類される。1991年から2005年にかけてドマニシュでは初期人類の化石が出土した。これらの人骨はホモイコールエレクトスイコールゲオルギクスもしくはドマニシュ原人と呼ばれている。おおよそ180万年前に生息していたとみられ、現在では ホモエレクトスの亜種であるとする意見がある。コーカサス地方における初期人類の化石の中でも代表的なものである。今まで4個体の骨格が発見されており、4種骨や脊椎は比較的発達しているものの状態に関しては原始的な形態をとどめているとされている。ドマニシュ原人の発見以前はアフリカで誕生した人類が他の大陸へと進出した時期について、 ちょうど約100万年前であるという説が、学会の多数を占めていた。しかし、ドマニシにて人骨が発見され研究が進み、約190万年前にホモエレクトスが誕生してから間もなくで、アフリカが行われた可能性が濃厚となってきている。ガルシア、T、フェロ、G、フォガース、C、デラムリー、H、ペリノー、C、アンドラードキパニジェ、 D.R.E.S.T.Human Dimains in Eurasia, New 40AR, 39AR Dating of the, Dimaniisi Hominido, Bearing Levels, Georgia, クワターネリージョクロノラジー5443451、ドイ10.1016、J. クワジオ2009.09、012、ガブニア、レボ、ベキュア、アベセロムラードキパニジェ、 デビッド・エトール、アーリエスト・プライスト・シーン、ホミニド・クラニアル・リメインズ・フロム・ディ・マニーシー、リパブリック・オブ・ジョージア、タクソノミー、ジョバロジェクル・セッティング、アンド・エイジ。サイエンス十二名二千、ボリューム288ナンバー5468、ピアニッシモ、1019025 10、ドイ、10.1126。 サイエンス288.54681019初期人類はすべて同一種とする新説。ナショナルジオグラフィック日本版。2018年4月30日閲覧。 k1http コロンスラッシュスラッシュ www.nikkei-science.com スラッシュページスラッシュマガジンスラッシュ0403スラッシュフォッシルドット html ありがとうございます。